おはおはお。コーヒーゼリでも、おはお。うん。呼ばれてる。バス？本当に高速バスだと思ってた人がいる？なわけ。私の冗談が上手すぎた。おはよう。寝起きすぎる。你好。コーヒーゼリー食べました。今日夜ね、ホテル着いたらね、夜中の1時とかなの。なぜなら明日幕張メッセなことに気づいてしまったから。だから夜配信できるわけがないじゃん。だから朝起きてみた、頑張って。えら、ズボンがゆるゆる。
じゃ安全ピンしてしたい。寒いな、今日も。あ、苦しい。きつくしすぎた。今日は名古屋に行きます。名古屋、なんか名古屋最近しょっちゅう行ってるな。なんで行ったんだっけこの前。何で行ったっけ。出張公演の後に一回行ったんだよね。全然覚えてない。何で行ったんだ。何で行ったっけ。本当に思い出せない。なんかで言ったんやな。よし、何で言ったかな。ふう、ごめんね、ちょっとウエスト詰めてた。名古屋城、あーそうだ、きなこみだまありがとう、たかみだまありがとう。ふう、そうだ、名古屋城のライブだ。劇場行きます、よろしくお願いします。よろしく、寒そう、外出たくない。勝つよ、ビャー。ごまちゃんありがとう。おはよう。今日楽しみにしています、よろしく。髪型どうしようか、にゃーん。目がかゆいぜ。
寒いかな、世の中。世の中寒いですか。雨？日傘持っていこう。あ、名古屋が雨か。名古屋が雨は問題ないわ。行ってしまえばもう室内だから。東京は雨？初さくちゃんです。お、こんなもう寝起きのもう頭回ってない姿から一変アイドルスマイルをお届けするわ。STU ファンの方は見守っていてください。配信とかで。ドキドキ。ふぅ、おはよう、おはよう。おはよう。今日こそマフラー持っていく日。この前寒いかなと思ってマフラー持ってたら邪魔すぎてびっくりしたの。今日はマフラー、マフラーまだ早い。おはよう。緊張するね。昨日油そば全部出た口から、こっちから。あのあと油受け付けなすぎて緊張しとったんかもしれない。今からマフラーしてたら真冬が積むよ。確かに。ジャージかカーディガンぐらい。なるほど。マフラーはやばいか。今日は25度まで上がります。25度は上がってないのよ。25度はもう冬なのよ。
私からしたら25度か。25度、27度ぐらいがいいかな。うん、おはよう。オンラインって言った幕張メッセの服のアクセサリー考えてないな。なんかさ、ここさ3日ぐらい狼とプライド歌いすぎてさ、今日狼とプライドやるって思われてそう。いや、やるかもしれないですけどね。うわ、昨日片っぽないと思って捨てたアクセサリーの片っぽが出てきた。捨てよう。だるま、ありがとう。やばい、リアルお話し会をさ、あのみんな以上に楽しみにしてる人がいます。ここにどれぐらいの距離が詰められているのか。諦めるの早い？私物を捨てるスピード誰よりも早い気がする。すぐ捨てるんだよね。断捨離はできるタイプ。
2月まで行けない。寂しいね。よし、おはよう。あ、もう8時早っ。あと10分ぐらいで終わります。お疲れんこん。おはよう。今日は栄で待ってる。ありがとうございます。11月3日オンラインだ。違う、ユミリン卒コンだ。ユミリン卒コンオンライン、アンピー卒業。大変な3日間だぜ。当日券で CD 予約するともらえる感じですか。幕張メッセ明日の。そう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 です。SKEW でも撮ってあるから行こうかな。あー、ぜひぜひ。あかりちゃん一日中いますから。朝一で来るとツーショットもあります。出勤前猫チェック、猫チェック大事。おはよう。おはよう。ね、え、おはよう伸ばし棒びっくりマークって定型文とかにあんの？なんでみんなおはようとかじゃなくてさ、おはように伸ばし棒にびっくりマークなの？おはよう、おはよう伸ばし棒びっくりマークがね、3、4、5、6、7連だよ。え、こんなね、おはようなの？大体8、8。おはようとかじゃなく、おはようとかさ、おはよう のびっくりマークもの後の前のさ伸ばす棒もさ、あ、定型文なんだ。びっくりした。なんかそんなねえ、みんな伸ばし棒びっくりマークなのかなって。そういうことね。おはようしといて、じゃあおはようがあるんだね。え、夜は定型文にじゃあこんばんはがあんの？そうなんだ。おはよう。あ、切り替える時間がある。なるほどなるほど。自分は自分で作ったおはようございますを使ってます。あ、そうなんだ。コバは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 自分のやつでしょ。気分じゃないでしょ。
朝にお疲れんくんは違うかなと。確かに。でも朝起床できた時点で仕事の8割は終わってるから、みんな一番難しいタスクが終了してるよ。おめでとう。ねえねえ、リンゴ、あ、普通の定型文もあるね。これから寝る？おやすみ。ヒートテック持っていこうかな、1枚。寒いよね、絶対。東京って寒いよね。ヒートテック。人生でさ、寒いのとさ、怖いのだけは嫌なの、あと痛いの。マスクで顔を防寒。うー、こさばいのは大丈夫。こさばい、こさばい思いってあんましなくない、人生で。子供の時以来してないかも、こさばい思い。じゃあ頑張って、頑張ります。ありがとう。おはよう。それ終わるか。何の帽子にしようかな。いい一日になりますよね。本当だよ。毎日お祈りしてるよ。いい一日になることだけを祈ってる。おはよう。意外と30分もできたな。普通にちゃんとした時間配信できた。嬉しい。
広島22度、低っ。それは低いわ。もうあの今日の服装はセーターやカーディガンを着ましょう。だって広島セーターをカーディガンを着ましょう。東京半袖に1枚羽織るものがあると安心。高松半袖に1枚羽織るものがあると安心。広島だけだセーターやカーディガンを着ましょうって書かれてんの。大阪半袖に1枚羽織るものがあると安心。福岡長袖に1枚羽織るものがあると安心。西日本が寒いのかも。西日本が寒いんだ。こりゃこりゃこりゃ大変。みんな風邪ひかれませんなせんよ。今今しまっちかなぶんくまたかしおりんとくりんみやこブルーこうおてもちゃんにゃちげーきくろしろてりーぴー今もまだふーちゃんのスチュースケオーのりーみけちゃんきなこマイキータカーいちやかつやありがとう。というわけで今日はね朝配信で失礼しました。朝から皆さんに会えてよかったです。ごめんなさい、もう寝起きすっぴんボサボサ姿で。ゆずきちゃんのイベント頑張ってきます。明日の配信で一緒に讃え会いましょう。讃えられるか分かんないけど会いましょう。応援しててください。ありがとうございます。それでは私が福田はって言ったらストーチって言ってください。アニマスト福田はストーチサードの後ろの決まり香川県出身のくちゃんことグルナカイでした。朝から会えてよかったです。ありがとうございました。いってらっしゃい。ありがとう。